どうも、本日をもってサービスを終了するクソゲーパトロール猫です。今回は左臭確定列伝最終回クソゲーパトロール猫編と題しまして、我が輩の3年と115日にわたる活動内容及びサービス終了に至った歴史を解説していこうと思うぞ。それでは早速パトロール開始。クソゲーパトロール猫、通称パトネコは2020年4月13日に活動を開始した自称実写の猫。ある日突然空から飛来したパトランプが野良猫の頭部にドッキングすることで爆誕し、誕生した瞬間からクソゲーパトロールの使命を追っている。本体と噂される頭のパトランプが取れると普通の猫になり喋れなくなるという設定があるが、実際にパトランプが外れた姿を披露したことは一度もない。YouTube におけるチャンネル登録者数は2023年7月に13万猫を突破。投稿する動画の内容は伝説のクソゲー解説からクソ広告を量産するスマホゲームの調査、 LINE 越え詐欺広告の注意喚起など多岐にわたっており、現在公開している動画だけでも合計の再生数は5200万回を超えている。こうやって振り返ってみると、若輩って3歳の猫にしてはすげーよなー。本当はここからチャンネルの人気動画を紹介しつつ、我が輩の実績を延々と語っていきり散らかそうと思ってたんだけど、台本を書いている段階でなんか違うなぁとなったので、ここは思い切って省略させていただきます。いただきました。チャンネルを削除するわけではないので、活動の履歴は各自で見ていただくとして、みんなが気になっているであろう具体的な左臭に至った理由を語っていきましょうね。チンコみてえな猫だな。つれえよな。みんな口には出さないけど、我が輩のことチンコみてえな猫だと思ってるんだよね。つれえよな。この見た目については我が輩自身が気に入っているから特に何を言われても気にしてないんだけど、 YouTube で活動していくにあたって欠点の多いボディであることは間違いないんだ。一つ目の大きな問題点として、ゲームの解説実況をメインに活動しているにもかかわらず、ペット系のチャンネルから迷い込んでしまう視聴者が後を絶たないという事実が挙げられます。視聴者が増えるならラッキースケベじゃんと思ったそこのお猫、 YouTube 君のアルゴリズムはそんなに甘いものではありませんのよ。YouTube 上で YouTube 君に動画をおすすめしていただくには、サムネイルのクリック率や総視聴時間といったスコアが大事になってくるんだけど、その観点から考えると、ペット系動画の視聴者に我が輩のマニアッククソゲー調査動画がおすすめとして表示されるデメリットは計り知れないものがあるんだよね。まず、可愛いペットの癒し映像を見たい猫は我が輩の作った怪しいサムネイルをクリックしない。まあそりゃあそうだよね。飼っている子猫の気持ちを勝手に代弁した謎の字幕付き動画を探している時に、クソゲーやクソ広告、詐欺広告のサムネはクリックしないよね。さらに言うと、我が輩の動画を何かの手違いで再生してしまった後にもデメリットがあって、なんか思ってた猫と違うな、チンコにてえじゃんと感じて離脱されてしまった場合に、平均視聴時間や総再生時間といったスコアに悪影響を与える可能性があるんだ。AI 君が質の低い動画だと判断しちゃっても仕方ないよね。我が輩はゲームに興味がある猫に動画を見てほしいのに、子猫に興味のある猫に動画が表示されてしまうことで、お互い損しかしてない感じになっちゃってるんだ。また最近 YouTube 君が激推ししているショート動画のフォーマットとも、先ほど挙げたものと同じ理由で相性が悪いんだよね。YouTube 君が動画をおすすめしてくれる仕組みには、そのユーザーが視聴した動画の履歴が影響するので、ゲーム系の動画を巡回していた猫からはなんだチンポかとスルーされてしまうし、子猫の動画を見ていた猫からもなんだチンポかとスルーされてしまうんだ。果てしなくつれーよなー。ついでに言うと、クソゲーパトロール猫という物騒なチャンネル名を受け入れがたいと感じる猫も大勢いてるみたいよ。ちっちゃい関西弁。我が輩はクソゲーと呼ばれる作品を一種のバカゲーのように捉えて楽しんでプレイすることが多かったり、調査依頼を受けたスマホゲームをクソゲーかどうか確かめる動画をメインに活動しているんだけど、クソゲーという言葉を F ワードみたいな放送禁止級の暴言と思っている猫からすんごい勢いでお叱りを受けることがあるんだ。
猫的にはクソゲーという言葉にそこまでネガティブな印象を持っていないし、愛すべきクソゲーといったニュアンスで使用することが大半なので、視聴者との認識のズレを感じている次第でございます。はい、クソ、二度とやらんわこんなクソゲーといった直後にはもうすでにコントローラーを握っているくらいの軽い表現だと我が輩は考えているけど、広い範囲に動画をおすすめしてくれる YouTube の性質を考えると、クソゲーという解釈が分かれる言葉をチャンネル名に採用するのは実はリスクが高い行為なんだろうね。ネット動画から流れてくる猫もいるしね。今の我が輩はいかにして新規視聴者を獲得するかが重要となる YouTube というプラットフォームで、チャンネル名という名刺にうんこを塗りたくって渡しているような状態なんだと思われます。やっぱ初対面でうんこ渡されてその猫のこと好きになるやつなんていねえもんな。以上のかわいそうな理由をもちまして、クソゲーパトロール猫は一旦サービスを終了させていただきます。長らくのご愛顧大変ありがとうございました。そして弱点を克服した新ボデーの調整が済み次第、近日中に活動を再開いたします。なんだって。クソゲーパトロール猫というチャンネル名および表向きのボデーは新しいものになりますが、我が輩の活動内容は今までと変わらずクソゲーパトロールの使命を遂行することでありますので、その点はご安心いただければと思います。あくまで YouTube のアルゴリズム的に不利な要素を解決するための一時的かつ計画的な差し入だと考えてくだされば幸いでございます。この度は差し入とかいう物騒な表現で皆様の心をざわつかせてしまったかと思いますが、新しいコンテンツの準備は着々と進んでおりますので、ぜひ楽しみに待っていてください。